聞こえちょると思う。大丈オッ夫。ケー。なんかできヘイてストラさる。ん、大気ありがとう。ナオキチさんも大気ありがとう。ヤトそう、ミ合唱さでん、す。こんちゃー、むいちゃー。こんちゃー、むいちこんゃー。ちゃー。ナ声オのっくんがオちフょボイスるにと思なっうんてしだけまっど、た。どうじゃろう。声乗ってない？え、あ、むい私？ちゃんの声が乗ってない？嘘。消えてるんじゃない？うちの声声、乗ってる。もう一回ちょっと入れ直してみた。どうじゃろう。ちゃんとバーは動いちょるんじゃけど。声大丈夫だ重いと思あ、う。大シ丈ャ夫ルルそう。ルル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 
あ、ダチさん、声聞こえちょる。ありがとう。はい、ちょっとね、お二人にちょっと連絡取らんとね。うん。お腹痛いのかな？うん。ありえるね。今日みんな腹痛だからね。みんなお腹痛いからね。そうそうそう。いや、ほんと最近寒くなったと思うんだよ。寒くなったせいもある。私は今日は食べ過ぎ。あ、しおさんのところだけ声聞こえない？あれ？私ね、今日何食べたっけな？ほんとね、なんか、豚丼みたいな。豚丼？豚丼。トンドンっていうやつね。そんな感じだ。そう。何好きや。ねるちゃん、ちょっとね、うちちょっと画面を変えると、ちょっと音声拾えんくなるかもしれんから、ちょっとねるちゃんの方からちょっとチャット打ってもらえることできる？何のチャット？そうくんと、りょう先生に。はい、了解。ちょっと待ってね。うん。あ、いつか私打っとこうか？ちょっと待って、ね。うん、ありがとう。あの人たち名前変わっ、あ、ちゃんと普通だった。メンションしようと思ったけど、名前、たびたび名前変わるからなぁ。ね、うちのディスコサーバーみんな名前変わりよるもんね。うん。いや、ほんとよ、わかんなくなるのよ。あ、レクイエム課長さん、こんばんは。今日はね、あれね、かわいい映画見るよ。名前変わる。個人に打ったよ。うん。はい、私からも打ちました。ありがとう。ありがとう。日付間違えてる説ある？あ、いや、多分、話してなかったからじゃん。今日あったの来てるもん。あれ？一応でも、ねえ、やろうかっていう話はしちょったんじゃけど、うん。いや、多分いつかっていうことをちゃんと伝えてなかったと思うよ。あ、本当に？やるほど。うん。りょうくんにはね、りょうくんには言ってたと思う。そうそうそう、りょう先生とお話ししちゃったね。うん。りょう先生は言ってたんだ。うん。来るだろう。来るだろう。多分すぐ来ると思う。美脚だそうですね。美脚だそうですよ。そう、サムネイルに。食べてる。ご飯食べてるのか。ちなみに私の晩ご飯はおでんでした。おでん？な。おでんです。いいなぁ、美味しそう。冬にぴったりじゃねえ、いやぁ、本当に。でも全然ね、今日炊いただけだから全然味染みてなくて、ちょっと物足りなさがあるな。あー、おでんもね、一日寝かすとね、美味しいタイプのやつだもんね。そうだよね。うん。もう好きだから。ね、やとみさんね、サムネすごいじゃろ、あれ。りょう先生が買いたいんよ。つよしさんは、マイキャベツ、マシマシコロッケ。コロッケ？キャベツマシマシなんだ。あ、フリーザ様じゃいらっしゃい。あ、フリーザ様ー。こんばんは。シャルロット。
シャルロコだよ、シャルシャル。シャルシャル、愛されてるね、フリーザー様から。今日はね、あれじゃね、すみっこ暮らしみんなで見るけんね。待ってた、この時を、私は。私、すみっこ暮らしを知らないんだよ。うちも知らん。ねえ、すみっこ暮らし、これを機にね、みんなにちょっと好きになってほしいまであるのよ。ほんと、ほんと？ねえ、かわいいのよ、ほんとに。かわいいのか。あれじゃね、二人が揃う間に、ちょっと概要欄にちょっとリンク貼っちゃおくね。そう、来るのかな、結局。え、どうなの？ママのよし。出すやつ。あ、つやさん、コンファミリー。コンファミリー。シャルシャル、ひどいね。40秒で食べてもらってって書いてある。40秒で支度しな。40秒で支度しな。そんなに、そんな猶予ないのよ。40秒でも多いくらいよ。え？ゆっくり食べよう、ゆっくり。ナムちゃんが出てきた。今更だけど、ファミリー、ファミリー。30秒は鬼。あれだよ、千と千尋の千がおにぎりを食べるスピードぐらいだよ。40秒ぐらいだったね。あれ、涙流しながらめっちゃ詰め込んでるからね。え、私はお惣菜のアジフライ美味しいよね。え、白米と味噌汁、あー安定。キムチか、キムチいいね。いいなー。ちょっと飯テロやめてもろて、みんな。ねえ、みんなのして食べた献立言うね。あー、食べたけどね、お腹いっぱいだけど食べたくなるじゃん。コロッケ美味しそうだしさ、ね、キムチとかアジフライだね。たまにさ、ね、もうね、精肉店のところのコロッケをね、食べたくなるんだよ。わかる、あの通り歩いてる時のあの匂いは反則なのよ、うん、今みんなね、概要欄のところにあのリンク貼ったけんね。腹減った。すみっこ暮らしも実質ちょっと飯テロ感あるからあれだね。そうなの？見してるアニメだね。あ、そう、アジフライのしっぽちゃんいるのよ。あ、なんだ。食べられるキャラクターおるね。そう、エビフライのしっぽとか、とんかつとか。エビフリャン。アンパンマンじゃないんだけどね。そう、え、キャラ紹介。エビ店のコロッケはギルティだよね。あれ美味しいよね、ギルティ、それはね。本当に。しかも安いしさ。なんか80円ぐらいじゃん、だいたい買っちゃうよね。目止まった瞬間に買っちゃうよね、あれ。あれだけでご飯めっちゃいけるもんね。ね、なんであんな美味しいんじゃろうね。出来立てってのもあるんかな。いや、いうか、もうおやつでもいけるレベルだからさ。うんうん。学校の帰りとかよく食べてた、私それ。あー、すごい青春ショルあるんよ、そう。ちょうどね、そう、あって、うん、精肉店みたいなのが、めっちゃ人気だった。学生にね。うん。もちろん。精肉店のは死ぬまでに食うべき、食べるべきだと思う。ね、そうそうそう。コロッケはね。帰りにね、そう。買ってね、食べよるとすごい良いよ。そういうお店時々横にベンチとかも置いちょるけんね、すごい。うん。そのまま食べれたりもするね。うん。精肉店だと唐揚げとかもね、使ってたりね。でも、この時に帰りはなかったな。和菓子屋さんがあったんだよ。あの古い和菓子屋さんがあって。うん。なんかね、夏限定に出る、いちご大福があって。いちご大福？そうそう、いちご大福があって。しかも、その学校帰りに買えるか買えないかぐらいなんだよ。
残り1個か2個ぐらいしかなくて、もう競争なんだよね。で、力戦区になるやつね。そう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 。私遅刻して、そのお店が開くまで待って買いに行くレベルなんだけど。すごいね。すごい執念じゃね。いや、ほんと美味しくて。うん。何が美味しいかって言ったら、食べるじゃん。うん。あのティッシュがないと食べれないぐらい、あの果汁が溢れ出すの。ほえ、いちご大福？そう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 。小籠包かよって思うぐらい、あの果汁が出てくるの、いちごの。強さあるね。で、抹茶スイーツ好きなんだね。甘くて、で、食べやすい大きさなの、もう最高すぎて。ね、遅刻してしたいまで食べる。ね、美味しいんじゃろうね、すごい。果汁が出るの聞いたことないね、うちもすごい。美味しそう。朝で売り切れるから、朝並んだり、うん、本当に帰りに1個2個残ってるか状態なんだよ。多いね、そういう中の、ね、売れて残りね、少ないところ。うちのところはあれですね、食パンだったね、そういう人気のやつは。食パン食パン食パンホームベーカリーのね。じゃあ、誰だ、お前は誰だ。双葉そうと申します。はい。あ40秒でしな。うん、すごい急いでくれてありがとう。見ましょうか、上演時間は、ね、メシテロ VS ダークライン。リュウ君と連絡してないんだよね。リュウさんですか。ああ、うん、まあ寝てるんでしょう。私もそう思う。寝てるんでしょう、まあ、私もそう思う。セブンデイズトゥーダイを起動しながらおそらく寝てるんでしょう。はい。およ、あれ、ピラってなった、出てきた。あ、来たよ、来た。あ、忘れてた、すごい、お二人とも大丈夫よ。俺は今日遅刻はみたいな状態になってる。今日、マジで、今日、今日って月曜だね。違うよね、そうそうそう、あの今日ちょっと変則的に、そう、月曜、あ、なるほど、そうですね。何は言ったはずなんだよな。いや、言いました、そうか、わかんない、聞きました、忘れてました。それはもうダメでしょ。怒れよ。お二人とも言ってない気がする。お二人ともあれじゃね、あの画面、あのやってくれたら助かるね、すごい。忍者忍者とは、それ忍者初見です。なぜか忍者って、ちょっと待って、俺ダメ。俺まだあれだな、セットしてないな。あ、本当、俺またあれになる。あ、じゃあちょっとね、いつものピコピコにするでよ。ちょっとすまん、ピコピコで、あれになっちまう、またちょっとダメです。この髪だけ見ると、りょうくんがカエルみたいだよね。は？え？何言ってんの？あきの席がね、そう。あ、あきの席？うん。あ、なおきちさん、こうむじな。ありがとう。ヘイストラさんもこうむじな。ね、そう。そうね、つよしさん、ちょっと今日変則的じゃったから。みんなが揃ったらね、ちょっと上映会始めるけん、ちょっと待ってね。すっかり忘れてたね。はい、ありがとうね、すごい間に合わせてくれてから、40秒で食べてくれたんでしょ。え、いや、まあ。絶対ないから。40秒で食べたら、こんな慌てて来ないから。お食事中でした、ね。1パズだよ、1パズ。行きましたかな。うん、ちょっと待ってね、今設定するけん。いや、弟が買ってきてくれたビーフシチューパイを一緒にいただいてましたね。ビーフシチューパイ、またミスキーのやつ。それはうまい。そう、あのマックのやつ、マックのやつ。マックのあるんだ。それ美味しそう。今そんなのあるんだね。めちゃんこうまかったべ。あれ、あ、りょう先生消えちょる。え、ね、お前消えるのか。なんということ。あれじゃね、今あの
アマプラの画面が映っちゃう。あ、あ、まあ、ちょ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 。これはいきません。今がアマプラになる。行きません。ああ、まあまあまあ。これはちょっといきません。あ、今隠したけど大丈夫よ。あ、これ危ない。危ね。映っちゃいけないサムシングが。あ、え？なんかあの涼先生の顔の前にアマプラの画面が映っちゃうんだけど。あ、ウィンドウにしてなかった。あ、画面じゃない。あるウィンドウじゃなくて、あ、私もさっきそれやったんだよ。プランさん、プランさん、うん。はいよ。大丈夫これ。これ大丈夫。あのホーム画面映ってるよとか言ってさ、めっちゃ焦った。うん？うん、少なくともまた映ってる。違う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 。映ってるよ。はい。え？いやちょっと待って再読み込みするね。待って、急に重くなったな。待ってよ、クロームが応答なしだ。頼むぞ。おい、なんだこれ。うぇい。うん、しんちゃんかな。ええ、ええ、なんて、なんて、なんて、え、当たり強くないこいつ、なんか。違う、とりあえず聞こえちゃう。いや、ちょっと待って。待って、つっちゃいけないの、つっちゃいけないの。あれ？ごめんなさい、ごめんなさい。はい、なんで？皆さん、1分間、皆さん、1分間に何回事故ればいいのなんだ。こんな濃厚な事故。待って、両家のデスクトップかわいい。今のデスクトップめちゃめちゃ可愛い。うん。おお、自己密度高ない？大丈夫これ？ちょっと待って、ちょっと待って。お前よそ様よ、よそ様。やめて。ハラクルさん、こんにる。やっしゃい。いや、これで、あ、もう大丈夫。これで。え？ダメだよ。デスクトップ画面だよ。え？嘘？いや、もう一回今やっちゃる。可愛い女の子がなんか10人ぐらい映ってるよ。え、ルさん？僕の画面だとあれ？え？あ、うちの今の画面もね映っちゃる。大丈夫。あの最初からしちゃったらちょっと隠れちゃうかもしれん。ウィンドウじゃなくてウェブの、ん？ウィンドウ？違う。ちょっと画面とウィンドウと何かがあるからウィンドウ選ん。本当だ。ちょっと待ってよ。一回。これをお前やってるぞこれ。久しぶりに。共有停止しないと。大丈夫、まだ分かるような時間じゃないよ。まだいける、まだ参る。もう帰りでいいのではって書いてる。ああ、まあ色もそう、緑だしね。え、緑だった？え？え？今日ねるねるとりょうくんのやりとりは何なの？いや、私はウィンドウフェイス。会話のドッジボールやめてもろって。はい、ちょっともう一回リンク貼りますね。なんでお互い受け合うの？そう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 。いや、私自身も全然なんか聞こえてなかった部分とかがあって。本当にかましてる状態だったんだよね。うん、あ、りょうくん一瞬映ったよ。あ、あれはのちょっとあのいつものディスコードの達成所ね。なんかね、クロームすっげえ重い。うん、こっちでもね、開いてるからじゃない？応答なしが。ああ、もしかしたらこれだから映画開いてるとちょっと重たいんかもしれんな。うん。え、りょうくんセブンデイズトゥーデイは閉じた？閉じた。もうすがにね。バラさないでよ。いや、もう言ってる俺が。そうくん、そうくんが最初に言ったから。俺がもう言ってる。開幕。あの人多分セブンデイズやってるから来ないよ。あ、バラさないで。およ。ゲームは閉じてもらってって感じ。なんかポロンポロンなってるなーって思いながら、うん、あのディスコード見てみたら、あ、そうだと思って慌ててきちゃった。ねえ、ちょっと待ってね、ごめん。始まる前にもディスコード、りょうさん。え？信じてないかもね。おー。
いやもう待てないやつ出てきてるやんもう。開けた。ごめんごめんてごめんて本当。開いたー。開いたー。お前ら開いたぞー。かかったー。よし。いいんじゃないか。あ？うんちょっと待ってね。おり？あれれ。おかしいぞー。全然歌詞拾われた。そうそうそう、シャルちゃんとレルちゃんでちょるんにね。え？なんでレモンドってバレてんの？言ってないよ、私今日レモンドって。あ、来たね来たね、読み込んだら来たね。いや、大概それだから。一択なんだよ。確かに。ちっちゃいよくん来たよ。うん、生まれた。あー、ちびっこ、ちびっこりょうくんかわいい。生まれたね。本当に。消えた消えちょる。え、なんで？なんか黒い黒い黒い、誰その人？誰よその人？ドラムみたいなりょうくん出てきたよ。誰よその人？何？りょう先生画面止まっちょる、フェイスリグ。え、なんか小さくしてるわけじゃないよね。してないしてない。もう待って、お腹痛い。もうダメなのこれ。何お前もうダメだよこれもう。いや無理だ無理だ、もうカエルのまま行こうよ。うん、じゃあちょっとあ、大丈夫、これでゴビゲコでって言われてるよ、うん、お前様の砂漠で何やってんの。ごめんね、うちが不手際でから申し訳ないね。いや謝らないで、謝るの僕のせいで。お前謝らせたぞこれお前。はい、大丈夫大丈夫。やったぞこれ、本当に今日という今日やったぞこれ。まあ私はプリパラの画面が見れてよかったよ。見てください、かわいかわいかった。よく考えたら何の慰めにもなってないそれ。余計に傷つけてるツイートするね。あ、よかったよ。うん、はい、ほいじゃほいじゃ、これからね、映画すみっこ暮らし飛び出す絵本と秘密の子のね上映会同時視聴を始めるね。じゃあ今ツイートして、うん。ちょっとみんなにね、推しの子を探してほしいな。推しの子、この子が。あ、そうじゃね、そう、かわいいなっていうね。全くの初見なんですけど、うん、隅っこ暮らし自体どっちも意外とただの設定がね重いのよね。うん、なんかね、そう、とんかつの、そう、うん、なんか端っこの油のあるちょっとまずい。そう脂身脂肪 99% のね、ガイルっていうのは油が多いからそう残されたっていう設定なのよね。何なんですか、生き物なんですか、その登場人物たちは。生き物だよ、そう、すみっこが大好きだね、そう、みんな可愛い生き物よ。すみっこが大好きな生き物、ゴキブリ G ですか。おお、もっとちょっと、これは戦争かな、これはゴキ G ですか。実際にね、ホコリっていうキャラとかもいる。いっぱいおるね、キャラクターがね。ホコリとか、うん、とタピオカとか。すでに生き物ではないのでは。ね、じゃあ、タピオカちゃんの設定は、そう、ミルクティーが先に飲まれちゃって、うん、そう、食べられなくなったタピオカっていう設定とかね。なんか切ないな、すごい。そう、切ないの予想。そんな子たちの、何ですか、友情活劇ですか？みたいな感じだと思うね。そう、でもそんな感じかな。そう、うん、新キャラが映画出るんだけど、その子をなんかこう助けるみたいな話だったはず。で、私も見てない。楽しみ、すごい。すみっこ暮らし自体が初見だから、これは本当にちょっと興味深いですね。で、じゃあ早速、みんなね、それぞれ推しの子探しながら見ようね。はい。ヘイストラさん見たことあるぜなのかな。ヘイストラさん以外はみんな初見勢の方多いみたいよ、すごい。ナチさんもだし、ね、うん。うん。はい、はい、じゃあ、ナチさんのトイストーリー雰囲気近いかもしんない。うん。確かに。あ、そうなの？トイストーリー？おー。なんか、クレイアニメとかではないね、プイプイみたいな感じで。プイプイとかでもなく、ニャッキとかでもなく、普通にアニメーション。そう、アニメーションだよ、絵本の。はい。でもキャラね、喋らないから、
なんか喋ることが文字で出てくる。初。ほうほうほう。まあ見てもらえればね、うん、見てもらえればわかる。ほいじゃほいじゃみんな、あの、左上のね、見ると視聴時間に合わせてちょっと見てもらえると。ね、リンクが概要欄に貼っとるからぜひ飛んでみてね。はい、じゃあ上映会。見てね。始めます。なるほど。あ、始まった。始まったね。水面対象。メナプラス。嘘、始まった？始まった。うん、映ってない。ずっと止まってる。え、止まっちゃる？え？うち再生始まっちゃるけど。再起動。うん。再起動。今、むいちゃんが23秒で止めてくれてる。うん。シャルちゃんは大丈夫？うん、私は再生できてるよ。はい、おとなしくね。言われるよ。あれ？ごめん。代わりに俺が言ってやろうか？もうやらかしてんな。ああ。どう？え、おとなしになっちゃった。重いんだね、じゃあね。重いんかな。なんだこれ。お前多分セブンデイズに吸われたんじゃないの？え？吸われたね。吸収されてる、ね、とか、うん、廃棄か？ちょっとみんな待ってね。うん、落としたりしたらどう？セブンディスト内実は裏で動いてるとか、あのさっきのね、あの忍者閉じてもらっても良いし、落ちてる。廃棄かけるか。あ、ミラスターさんも初見。皆さん、少々お待ちください。すいません、ごまかせるかな。あの僕カエルでいいですか。僕カエルで。ダメなの。あ、でもディスコードじゃないから大丈夫よ。うん、かえ、あ、今りょう先生ディスコードじゃから、うん、忍者閉じてもらって大丈夫よ。あ、焦っとる。いいぞ。うん、ゆっくりいいよ。うん、ちょっとみんな待ってね。ちょっとあえでるような声出すの。あ、これで、これで、うん、すごい人が参加しとる。はい、あ、動いた。動いちゃる。大丈夫じゃね。はい、よかった。うん、今みんなね、うん、7、8、9、10で進んでるからね、ぜひタイミング合わせてもらって、うん、とりあえず可愛い子を探せばいいんだね。推しの子ね、そう。私はトカゲちゃん推し。そう、トカゲちゃんって子がいるんだけど、その子が一番。次。うんうん。始まったよ、なんか、丘の上に小鳥さんが立っちょる。ノイズ走ってるんだけど。ノイズ走っちょる。あ、みんなの声が世界転生しとる？すみっこたちの物語。とんかつだ。とんかつちゃん。うん、あとエビフライの尻尾。チカチカするの。これは違うのか。と私も。チカチカする？うん。歩き方かわいいな。この子猫ちゃんね。猫ちゃん。白くなってよかった。白クマって言ってたのに、ね、これも白クマなんだね。この子白クマちゃん、そう。男の人がナレーションしとるんじゃね。うん。ここいるじゃん。トクいるじゃん。お弁当に入ってる人。雑草くん。ただの雑草やん。名前も雑草なのよ。バランちゃんとかじゃなくて。うん、シンプル雑草。うん、あ、俺がりょう先生が言っちゃった。肉の含有量少な。そのキャラだけは知ってた。うん、かわいい。あれ、あのお肉コーナーにある油のやつじゃん、それも。そうなのよ、そう。いや、私は残さず食べるよ。
可愛いお残し。すごい。可愛いよね。お肉一番ね。え、でも待って、乗せすぎじゃない？乗せすぎかな。乗せすぎじゃない？ケチャップ。カップ、ね、カップケーキみたいになってるやん。お好み焼きみたいになっちゃる。わさびにケチャップにマヨネーズにソース。あ、タピオカ。タピオカちゃん、そのミルクティーが先に飲まれちゃって余っちゃった子。ペンギンじゃない、カッパさんじゃん。誰か。いや、ペンギン。え、そうくんじゃん。俺じゃん。本当じゃん。スチールウルくんじゃん。ほこりじゃん、ほこり。ヌオーじゃん。ヌオー。ヌオー。ヌオーじゃん。ヌオーとラプラスやん。この子の可愛いのよ。恐竜。ね、そう、恐竜の生き残りなんだけど、そう、捕まっちゃうからね。トカゲちゃん。ああ、なるほどね。だからみんなそういうことで隅っこに行くっていうことなのか。そうそうそう。そう。ハマり場みたいな感じなの、ここが。うん。なんかみんなバックボーンに影が落ちとるね。飲みくじってそうなのよ。なめくじだけどカタツムリのふりしてる。カタツムリの進化系だったはずなのに。あ、つむつむ。つむつむ。みんな端っこに行きたがるからね。消える消える。ザッソーくん踊っちょる。かわいい。かわいいね、すごい。猫かわいいな。ねえ、どの子もかわいいのよ。白クマちゃんかわよいね。ハハセって言うんだ。セリフすごい字幕なんじゃね。そうそう、ナレーションしかないんだね。うん、ピカチュウ探検隊みたいじゃね。あ、ゲーセンかな。ねえ、ゲーセンのプレーアームみたい。ねえ、やとみさん、猫かわよいね。あ、タイトル来たね。やばい、待って、もう泣きそう。え、あ、待て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 、置いてかないでくれ、ね、俺を置いてくな、シャルト。お、かわいい、もう動いてるのがかわいい。お、かわいい。コーヒーもめ。おえ、なに、お化け、おばけちゃん、そう。すごい、おばけにほこりちゃんにコーヒー豆ちゃんにいっぱいおる。うん。ねえ、なちさん、泣くポイント教えてほしいね。すごい。かわいい。ただかわいさで、かわいさで涙が出てくる。かわいさで。こいつらうぜえ。ねえ、ほこりちゃん。うん。ああ、なんか、ちょっとわからんけど、なんか俺みたいな、ほんとに。なんかすごい悲しいな、の俺だけでこんな許されみたいな感じで。これだからね。テレサの振り向く時の顔にそっくり。うん、ねえ、なんかすごい追いかけっこ楽しそう。いや、なんでお前がビビるんだよ。お化けがビビらせる。いや、ナレーションもちゃんとツッコミ。あ、そうなの。ナイスツッコミ。ね、はた、わぁ、そうくんだけ。どうも真っ黒黒好きじゃん。いや、そう、出ておいで。うん、どうも階段だな。ねえ、隠しの飛び、なんか通路。ねえ、ヘストラさん、トトロみたいじゃね、すごい。あ、瓶にコーヒー豆くん挟まっちゃった。家主じゃないん、働いに聞きに来ちょるだけなんかね。キちゃんはバイトかな。家主はコーヒー豆。うん、え、
コーヒー豆さんしか知らん秘密の場所。このお化けちゃん実体がある。あ、ねるちゃんがおめめつぶっちょる。安心せといて。そんなホラー映画みたいなこと。ね、寝てるしって。寝てないわ。目がピタってなってね。本当だ。あ、開いた。オープニングにつながっちょる。ご飯食べに来たんだね。うん、まだハマってるやん。そうだね、いつもハマっちょるんじゃ。喫茶店じゃから、俺ね、あのカレーライスとか美味しそう。いいね。うん、やっぱりにしてる。うん、カレーとコーヒー相性バッチリじゃから。あ、ホットケーキ、カレーにサンドイッチ。ね、副従事キュウリマシマシ。やっぱりペンギンじゃないかもしれん。ペンギンハテナだからね、名前ね。うん、あ、危ない。あ、まずい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 。何やっ。ニセツムリちゃんやられちゃう。ねえ。あ、キュウリがない。キュウリが。隅っこがある。ねえ、ナチさんね、ホットケーキ食べたいね、すごい。ホットケーキ。うん、シロップたっぷりで。から買い出しに行くのに。ホットケーキとパンケーキの違いって何？うん、確かに、あったかいかあったかくないか。なんで？これね、もうね、あの、人間が生まれた意味ぐらいね、答えがないやつだから。え、そうなの？え、ちょっと待って、あ、一人食べられちゃった。あれ、確かに豪素、ね、豪素抜群だからね。ナレーション以外ね、そう、すごい始まった。そういう勇者じゃん、一番の勇者じゃん。ソン君、記憶会議のソン君、いきまーす。でかいやつ、でかいやつは全然動かない。ね、新鮮だけ。え、どういう仕組み。これはこいつの上にしか現れんの。ね、さっきのペイさんの移動なんだよ。ね、バランは食べれんね。ね、ナレーションさんしか声がないよ、すごい斬新。コストカットかな。おっと、うん、それ元の事情。どの事情かな。お肉ちゃん集中トレインしてるわ。ねえ、やっぱかんじゃないかね、やっぱりね。ねえ、すごい、みんなやりたい放題じゃねえ、あのねえ。人様のお家の秘密だね。ねえ、ねえ、集中トレイン楽しそう。飛び出す絵本じゃん。いや、おらへんのこれ。あれ。お化け。あ、すごい。え、すごい。ねえ、登場人物がおらんけん、絵本のストーリーが進まんね、確かに。眉間にしわ寄った顔かわいいな。ねえ、あ、一人だけ助かった。ってないでしょ。カタツムリ。カタツムリの殻だけじゃね。あ、中身は？口になっちゃった。あれ？中身は吸い込まれてしまったの？ねえ、お肉ちゃん、あ。登場人物になっとる。これ、
クレヨンしんちゃんの映画にあったぞ。ドラえもんの映画でもあったよ。秋田のワリコフィニーガーさん。あ、ふたばば。うん。登場回数多ない。そういっぱい出てくるね、この映画に。女の人のナレーションはあれじゃね、あの物語進行させようとしてるね。ナレーションさん頑張って。あ、もうお供が出ちゃう。桃太郎はいないの。早っ。ねえ。ねえ、たぬきとかどこに調達したんじゃろう。強制。強制。洗濯に化されちょる。すごい。女の人のゴリ押しがすごい。あ、ヤドカリじゃん。にゃーん。お遊戯になっちゃるみんな。お肉ちゃんすごいアグレッシブ。よう動きおる。性別ってあるの？性別ないんじゃない？性別はないね、なさそうじゃね、すごい。ないのね。りょうくんは口にするとんかつに性別があると思う？あの、まあ、元々やっぱり豚のどっちについてたかっていう。そうそうそう。ね、それが男か女かによって。ねえ、なんかそうね、生かされたみたいな感じだったね、すごい。どっかのヨーロッパの国の言語なんだっけ、ドイツ語かなんか全部性別ついてたよね、確かね、ものに。え、そうなの？知らんかった。ねえ、桃太郎じゃね、これ。この動物ひどい。いや、結構桃大きいよ。おオンブラコってレベルじゃねえの、これ。うん。いやね、溺れちゃうよ。え、マジで飛ぶんだ。あ、空中キャッチ。ビフライ。ダメじゃねえかよ。あ、生きてるんだ。すっぽんぽん。でも音楽が無駄にかっこいいのがなんかね。それに緊迫感がある、緊迫感が。あ、エビフリアがコロコロしてる。エビフライ飛ぶ、使ってマイケルベイ。このスローモーション、マイケルベイ監督が撮っちゃるの。え、じゃあもうあとはもうくどいくらいの爆発が。ねえ、アーキャンフライ揚げ物。マチさん面白すぎ。いや、ちょっと場所違くない？場所、いや、ちょっと危なくない今の。うん、真っ二つになるとかわいい。猫ちゃんかわいい。かわいい。爪研ぎしても爪そんな柔らかいのだと、うん、すごいまともなキャラクターじゃない、うん、この子だけ。ねえ、猫ちゃんそうかわ、恥ずかしがり屋でね。そう、いや、キャラがちゃんと作られてるよね。うん、うん、ね、爪研いじょる。研げないよ。うん、桃だよそれ。そして桃キュンソードが始まります。うわー、かわいい。なにこの灰色のひよこ。ひよこ、ひよこちゃん。ねえ、なちさん爪研ぎかわよいね今の。あ、泣いた、泣かした。どうも。ほこりどこにでもいいんだ。ねえ。まあ、ね、よく考えたら、うん、どこにでもあるからな。まあ確かに。うん、
もともと絵本におった子？ひよこちゃんに、でもそうっぽいね。うん。みんな隕石みたいに降ってきちょるんじゃ。もしかしたら先に絵本に食べられちゃったか。なんかしらんから。ねえ、うん、巻き込まれちゃったっぽいね。ねえ、犬ちゃん遊ばれちゃった。どういうこと？マジ？あ、弟分。弟分クエストが発動しました。ねえ、受注じゃない、受注。新たなクエスト受注よ。ね、ゼロカロリー理論。やたみさんのコメントが面白い。確かに、うん、実質ね、同じ子ね、とんでも理論じゃね。あ、あ、次のページ次の。あ、猫ちゃん助かっとる。あ、みんな落ちる。雑草も助かってる。雑草の真顔をじわるな。こっち、ちゃんとこっち見てくれるのがね。あれ、ま、違うところに来た。また違う絵本の話になるんだ。ねえ、なつさん、それ思った。3人目のタピオカにジャンプで届いたよね、あれね。え、何この本、あれ短編集？短編集？ねえ、オモニバス形式のオモニバスか。え、珍しいね、すごい。鬼を倒してないしね。ねえ、いきなり急にあのマッチよりの。いや、マトリョシカじわるな。マッチ売りの少女って本当悲しい話よね、本当に。ねえ、寒い今の時期に見ると余計なんかあの気持ちよくなる。あんまん食べて。見してる。あんまん食べたい。あ、ラーメン、スープ。ちょっと結構、結構強欲よ。ええ生活しとんな。あ、死ぬぞ。あ、ひよこちゃんじゃん。ね、食いもんだけじゃねえ、すごい。あの、ね、原作じゃったらの、ね、おばあちゃんとか、ちょっと。おばぶるまやね。ファイヤーファイヤーガッツリ燃やしてきて、ガッツリ燃やしてきて。危ない、危ない。焼き鳥になっちゃう。ね、すごい。あれ赤いキツネ？あれ見たことあるキャラ。あれこれは手袋？あれじゃね、あのおとぎ話が渋滞起こしてる。あー、全部燃やしてしもうたの。あー、そうくん燃えちょる。そうくん燃えた。コメント欄がやばい。ちょっとダウン取らないでください。よく燃えるやろ。G ルールだからね。私でダウンを取らないでください。あれかわいい、もう間髪入れずに。かわいい。爬虫類なのに魚類じゃよ。水の中大丈夫なのかな。ねえ。あ、
でもお母さんネッシーだから。あ、大丈夫。本当じゃん。そうだね。うん。爬虫類。両生類じゃないの。あ、そっか。恐竜だから。恐竜。うん。うん、恐竜。でも両生類かもしれないね。でも人魚っていうぐらいだから。哺乳類入ってんじゃない。うん。ミュウル。うち人魚のお話が一番苦手じゃね、すごい。ねえ、ヘイストロさん、あっという間に次のお話じゃね。ねえ、すごい、あの、報われん悲しいお話よね、すごい。あれ、まあ、みんなやるね。はい、あタイタニックのモノマネはみんなやるね。えらい。パリピな、うん、パリピなおじさま来たよ。いや、これあれだろ、コフィンダンスだろ、これ。ねえ、すごい。俗っぽいよ、すごい、俗っぽい。うん。結構いい曲してる。うん。なんか、みんなそんなになんかこう、本の世界に縛られてるわけでもなさそうじゃね、すごい。普通に謳歌してる。自由。ね、自由なのよ。うん。ねえ、パリピーポー。アラジンだ、アラジン。ヘイストルさん、タイタニックのやつすると、船沈みそうで真似できんかったって。ね、ちょっとあの、フラグみたいになっちゃうよ、ね。フラグになっちゃうもんね。フラグになるね。アラビアンナイトじゃん。ナレーションさん、すごい。ツッコミが当たり強い。ね、死んだ津波。そう、ね、そう初めての運転じゃからまあまあできちょるでしょ。うん、なんかこの脂身 99% の赤ずきんちゃん、ちょっと誰かわかんない状態になってる。 99% 脂身の赤ずきんちゃん。いや、それ嫌だな、言い方。いや、しっぽちゃんかわいい。ねえ、すごい。かわいい。もこもこと衣のね、あれの相性バッチリ。お肉が見えちゃうから大丈夫。うん。え、こんなお話じゃったっけ、赤ずきんちゃん。ね、おおって思ったよ。違う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 。比較的迷子にならずに ついちゃった気がするんだけど。おばあちゃんちについてないの。うん。いや、かわいい、かわいい。魔獣、魔獣。早い、早い。狼さん、早い。エビフライちゃんの表情が無表情なのがいいね。狼さん、胃もたれしそう。そうじゃね、これ食べるとあんまり。お、もっちゅり。ひよこちゃん。わーい、優しい。うん、シロクマちゃんはね、あれで寒さに強い。シロクマちゃん寒がりなのよ、でも。あ、そうなんだ。うん、優しさのと、あ、ほんとじゃん、鼻水でちょる。優しい。ねえ、すごい、アンパンマンみたいにね、ちぎって渡せば許してもらえるかね。ピンポイントに。ピンポイントに。あ、ね、りょう先生も言っちゃるけど、このシカメッツラがすごいかわよいね。ね。あ、なんだろう、ゴンギツネ頑張れ。ゴンギツネ頑張れ。ゴン。なんだろう。ん？キツネが一番かわいく思えてきた。でも、キツネは多分趣旨とは違うんだろうね。絵本のキャラだと思う。ね、絵本のキャラだよね。なんかの手袋を買いにか、うん、ゴンギツネのどっちか。無理でしょ。ね、うまいこと飛んだらあの本の世界からね、脱出できるかもしれん。ね、すごいほっこりする。思考回路よ。心元ないの。本当だよ。あ、翼。
いいとこ滑空。ワンピースのあのメリー号につけた、ね、ああ、あれあれぐらい不安ないよ。どうやってつけたの今。でもすごい例えとして的確ないよ本当に。うん、大丈夫かいね本当これ。いやでもこれ思ったらアラジンが一番ねえ、その帰れる、帰れそう、うん、帰れそうだよね。ねえ大丈夫、格好つけて落ちることにならんかな。ねえナイス、あーあーダメだった、落ちちゃった。 ET みたいに飛べるかいね、 ET みたいに。ねえ止めたけどね。いや無理じゃない、うん、飛んだ、あお、なんだ。ET! 飛べたー、飛べたー。お月様がアナ、ねえ届いた、すごい。いやハードモードすぎる、急に急にハードモード。人魚姫、人魚姫大ピンチじゃね。ああ、やばいやばい、あパリパリピの王子様が、ああ、あ、いやちょっと待って、海水に使ったらもうアウト。今日はまずい、まずい、やばい、海水はまずい。あ、そっか、バジリスクみたいになっちゃう。判断が早い。いやあら、あ、ナイスナイス、あ、すごいね。うん、全部書いてきた。アイキャンフライパート2。ねえ、ナイスナイスアシスト。あ、矢脱ぎ、マッチ売りのページの裏側、まだ飛んでる、しかも水平方向に飛んでるじゃん。すごい、すげえ飛んでる。ねえなんか出ちょるキラキラオーラが、ねえサンタクロースみたいになっちょる。とんかつちゃん食べられてしまいそう。あ、出たね、オオカミさん。あ、なんか落ちた。え、ん、すごい、あ、え、すごい、 え、思ったよりもすごい家。おお、いつ発売なんですかこれ。ねえちゃんとネズミ返しがついとる。ソン君の作業場これじゃないの。こんなコンパクトに収まんねえな。いいなこれ。ソン君ってすごい、こんなすごい立派な仕事場なの。いいな。ねえ、あ、悪いおかみさんじゃ、悪い顔。ねえしめしめって顔しよった。安心、逆に怪しくなるやつだよね。ねえオオカミさんかわよい。おばあちゃんが出てこん。あ、だんだんとすごいおとぎ話が変な方向に来おるよ。でもバカンスな、うん、マッチ売りの少女が南の雲にね、砂浜でバカンスって。すごいクロスストーリーが、ねえクロスショル。あやとみさんそれ安心できないやつや。よし、ひよこさんが出てくるおとぎ話ってあったかいね。カニカニ、あ、りょう先生なんかまた出たい、ね、出たね。あ、蚊が捕まえられた、捕まえられた。パチン、あ、ナイス。あ、なちさんそうかもしれんね。そうそう
カニの季節ねえ、うん、いやカニの季節カニ食べたいねえ、カニ食べたい、パキって割ってあの身を出してジュルジュルって食べたい、量産、量産名義であのお取り寄せが、お取り寄せできる、やったやった、みんなであのカニ鍋配信しよう、え、カニ鍋、え、リモートになるからみんな同じもの食べたいんで人数分用意していただいて日本酒も飲みたいな、そうがちょっと贅沢言わないでくださいよ、うん、そんなちょっとさすがにそんなことまでしたらりょうさんお財布がパンクなっちゃうからウーバーとかの出前館とかでなんかこう出前ね、お鍋みんなで宅配して食べれんかね、カニが苦手、伊勢海老で、あ、じゃあエビしょうがないからエビかな、じゃあ伊勢海老、でも伊勢海老食べたい、エビも食べたいね、大きいエビ、おばあさんがおらんけど、おばあさんに化けとるおばあさん出てきたようん、かわいい、かわいいな、オオカミ、あ、なちさん、あ、なちさんもカニ苦手なんね、ねえ、やとみさんね、すごい大きいエビ、裏側大変なことになっちゃうもんね、裏側ってどういうこと、ん、足の裏、足の方、うにょうにょしてる方、うにょうにょしてる、あー、そういうことか、うん、絡むいたら全部一緒だよ、食べられちゃう、あ、ちょっと食べられるのが嫌だよ、そういう切り返し、そういう切り返し、逆に来られるのが困るやつだあの脅かしに行って気に入られたマイクみたいな、マイクはどう好きみたいな懐かしい、ねえ、伊勢海老ひっくり返すとクマとそっくりで可愛い、うん、お肉ちゃん食べてもらえた、いりませんね、食べてやつ、食えよやつ、ね、そうじゃん、説明で言うちょったね、すごい楽しい、また残り物、切ない、楽しい、期待してしまった、ね、お残しは許しまへんでよ、本当に、エビカツ、あの脂も身が美味しかったりする時もあるんだよ、うん、ねえ、でもこの撃退の仕方、あの無限列車編の善逸みたいそんな食べてる、うん、隅っこ暮らしは鬼滅の刃じゃったのまさかのほかにあるんだね、鬼滅の隅っこジブン探してて自分が見つかることってあるの？隅っこの刃だよ、うん、いいよね、エビがどっちえ、数えてない、こっち来てない、こっち来てない、来とる来とる来とる、流れ星来とるあ、やりたいことが見つかったら自分探し完了かいね、あ、流星のとんかっちゃん、あ、ヤマトさん、こんばんは、挨拶ありがとうね、またもしよかったらね、すごいアーカイブで一緒に見てもらえたらね、すごい嬉しいよ、ね、すみこ暮らし結構すごいストーリーじゃね、あ、どうなるね、あ、お、オープンセサミン、そこは許してもらえなかった
アイキャンフライン。目力、目力が伝わって。すごい目。ナレーションが助けてくれた。ナレーションさんが助けてくれた。待っていった。結構すごい。うん、ハリウッド映画みたいな入り方しようとね。うん。スターウォーズみたいな入り方。ねえ。あ、こっちクライマックスじゃねえ。あ、そうか、残ってたね。あの同調圧力に負けて、あの手を離したりはせんかったんじゃ。えらい。ボーンくんじゃん。一本図なの？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 だったよ今。どうもくんだ。ね。ナレーションのお姉さんとね、お兄さんめっちゃええキャラしとる。どうもくんだ。どうもくん。どうもくんだよ。どうもくんの懐かしさたるや。どうもくん色違い。うん。どうもくんだ。あれさね、あの隅っこ暮らしの姿じゃリージョンフォーム。懐かしいな。あばば。あ、穴掘って逃げる？すごいな。うん。すごいすごい。爪研いだからね。うん。穴。穴がでかい。穴がでかい。しかも、入ってきてる、入ってきてる。もう四つん這いとかでもなく、そのままじゃん。もうこいつ用じゃん。絵本の世界が大変なことになっちゃう。ぴったり。ああ、髪どんだけ、どんだけ掘るの？すごい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 。すごいすごい。もう天変地異やん。異世界崩壊になっちゃう。チョッパーでもこんなに掘れないよ。うん。ね。あ、みんな合流できちょる。このマップ案外狭いんだな。やたみさん、あ、猫。あ、狭い。ねえ、猫さんね、やたみさんのところに来てくれたらよいのに。あ、え？嘘でしょ。嘘。空島が落ちてきたみたいになってる。うん。うん、店員オーバー。お化け重さないでしょ。せめて乗せてあげようよ。いや、すごいことになっちゃる。あ、にゃんこさんいらっしゃい。いやいやいや、お仕事お疲れ様。あ、今ね、すみっこ暮らし見とるよ、みんなで。ね、おとぎ話の世界が全部くっついちゃった。あ、どーもくん優しい。あら。どーもくん。どーもくん。ね、どーもくん。でも、やとみさん、あれね、魂は なんか 0. 何グラムか重さあるみたいよ。あれかな、ああ無駄かな。あ、ね、ディズニーみたいになっちゃる。これあれかね、お兄さん助けてくれそうじゃね、すごい。あとあと、うん、あ、そこ風呂敷にも顔書いてある。あ、じゃあ大量優しい。お前結びしろなくないか、お前。それぎゅうぎゅうや、そのおにぎり。ねえ、森のクマさんみたいな良いお話。風呂敷ちゃん伸び縮みするからね。あ、そうなんだね。きっとね、知らんけど伸縮性がね。
きびだんごあげたらおにぎりもらえるってすごい還元率が。その足の向き好きやな、ちょっとちょっとその座り方ちょっと好きだないい感じにあぐらかいちょるね。あ、オオカミさんで足の裏合わせるのいいなまたあれね、すごい全然同時ちょらんね、隅っこみんな。絵本の世界に閉じ込められちょるに。ねえ、伸縮自在。あー、よかった。おるにおるのか。うん。あ、やとみさん、狼推しじゃって。やとみさん、狼推しなのね。狼推し。いや、でも、かわよい、かわよい。うん。あれね、自分たちが帰るじゃなくて、あの、ね、ひよこちゃんのところ。連打するな怖い。お、なんか煙が。あ、でんじろうさんのの煙のダンボールにあの空気砲じゃん入ってくよ。光ってるよ、しかも。お化けちゃん何も言わずに行くんだお前消えるのか。あ、一人だけ、一人だけ帰ってくる。あれー、頂点だったらもう成仏よ。ねえ、消えてしまった。総君がもう場面切り替え用のキャラになってる。フォントじゃね、フォントじゃね、すごい空中にふわーって浮いてる。で、うん。あ。それからそれから。うん。お、見に来い。欲じゃなくてアヒルなんだ。違うのか。いや、でもそれじゃけ、あの、色に説明がつかん？確かに。なんか一匹だけ、ね、黒い感じだったやつだね。で、実家に帰って、地元に帰ってドヤ顔して威張り散らしたと。マウント取るの。マウント取るの。いや、嘘でしょ。あんたら飛べないんですか。そんな絵本見たくねえな。ねえ、すごい。飛べないのに羽がついてるってどういうことですか。心が晴れる気が。あ、でも、うんうん。完全に。大学高校デビューした友達みたいな。お？お？ん？いや便利なボタン。え、なにこれ？ん？あれ？あれ？本物？ん？あれ？あれ？こっちが本物？じゃあこいつは何？え？あれ？ち？あれ、ひよこちゃん、あれ、じゃあねえ、ボタンを押したら進化すると面白い。あれ、そっちが正規だね。あれ、こっちはやめろ。やはり違う。やはり違う。ねえ、アフラかと思ったの。あれ、いや、心折れるわ。え、じゃあ心折れる。いや、そうなるわ。あ居場所が見つからん。
ねえ、置いてかれちゃった。あ、来た。泳ぎ強強勢が、ね、うん、タピオカ強いの？タピオカはまあ確かに、まあ水耐性ありそうやけど、いやお前は一番ダメなんだな。ね、もっと食べてもらえんくなっちゃう。え、そんなトカゲちゃん強い、すごい。おお、すごいすごい。シャボンディ諸島で見たことあるやつや。カイリュウの巣じゃん。これノエルやん。便利な能力じゃね、すごい。博士の世界？ねえ、あの、やとみさんね、揚げ物にお水は厳禁じゃね。あ、隅っこないじゃん。あれ、ちょっと待って、なんか、ザラついてなかった、今。え？あ、ひょこなんかザラついてなかった？ほら。あ、ノイズが走っちょる。怖い。あ、オープニングにつながるんだ。なんかデジモンみたいになっちょる。デジモンだったのね。デジモンじゃったの。ってことは進化が残ってるよ。うん。え？なるほど。あ、ラストページってことか。うん。絵本に書いた落書きが違う思ったんで、すごい。ワンチャンペンギンあるかなって思っちゃったんじゃけど。ねえ、進化できんのかな。ねえ、すごい、やとみさんね、すごい音楽綺麗じゃねえ。揚げ物に水通して揚げ直すとバリバリサクサクになる。え、それ知らんかったね。みんなでお揃い。あら。お刺身に乗っけるやつじゃね。食べられる。悪魔。あ。これが菊の花や。ねえ、ワンピース。腕にバツの字。お化けちゃんがね、出ちょったところじゃね。うん。え、すごい、あの、うん、つむつむでしょ、つむつむ。ね、アイキャンフライン。ね、あ、クロスオーバーで混ざった世界の。ああああああ、あらあら。もうこの絵本めくったら多分めちゃめちゃになっちゃう人じゃね、本当に。平日たずたらよ。うん。みんなで作戦会議しとる。かわいい。
かわいい。ぐでたま感あるね、すごい。お、みんなですごい、おとぎ話のいろんなパーツ。トリッキータワー感あるね。トリッキータワーね、すごい。おもむろにみんな乗っけてくね。だとしたら崩れるぞ、ちゃんと。ちゃんと崩れるぞ。あの魔法でなんかねはや三角形。これ危ない、ね、ちょっと補強線事件よね。なんかちょっとツボおじかもあるね。ツボおじか。あ、ほんとじゃん。むずそう、むずそう。積みこ暮らしのツボおじ。垂直登りはむずいよ。もうトラウマだわ。ねえ、やとみさん、あの某編集者さんが怒りそうじゃね、ほんとに。本は大事に使わんと。ね、脱出できそう。うん。印は通れない。ねえ、ほやく。崩れちゃう、崩れちゃう。あ、ひよこちゃんナイス。ナイス。すごいね、支えれるんだ。本の中の子だから出られないってこと？そんな。マイケル・ベイ監督みたいに自己犠牲しちゃうのダメよ。あ、しかも穴が。うわ。いや、みんなハッピーエンドになろうよ。いや、お別れしちゃダメ。あ、閉じちゃう、閉じちゃう。どうもくん。どうもくちゃん、どうもくちゃん、どうもくん。ナイス、ナイス。あ、狼。ねえ、みんな連れてこうね、どーもくんも。ねえ、上に行きたいね、そう、上に巻いて。あ、あの貝殻は、ああ、そういうことなんじゃ。貝殻もあれじゃもんね、絵本で付け替えたやつじゃもんね、うん、ねえ、せっかくゼロカロリー理論でお友達だったのに。
ほんとじゃ、お花飾りも戻らんくなっちゃる。ねえ、本の中のキャラクターは出られんのじゃ。いやいや、なんかこう、なんかこう、なんかならんかな。あ、クレーンの人。あ、クレーンの人開けてくれちょる。ヨコちゃん。行っちゃうの？ね、みんな帰ってこれたけど、ねえ、すごい、あなたお化けさんが本移動したんじゃ。直吉さんね、これ、シャルちゃんも泣いちょるかも。ちゃんと泣き。無理よ。無理。あ、そういうことね、そういうことね。もういいや、もういい子たち、本当に、本当にいい子たち、もう。ああ。白紙のページに。新しい物語が入っちゃるね。ねえ、すごい。ハッピーエンドじゃね、すごい。人なんだね、ナレーション。いや、よかったね。よかったね。ねえ、ナオケチさん、パチパチ。ねえ、すごい。ヤトミさんね、すごい。よかったね、すごい。3X。 ねえ、なちさん、へけ。ヨーロッパ企画ってあのヨーロッパ企画、あのゲームの印象が、実写ゲームの、実写ゲームのヨーロッパ企画じゃないよね、多分。でもスミだっておらんかったっけ。え、いや、わからん、わからん。一緒じゃったらうちすごい衝撃的なんじゃけど。あ、それちょっと調べちょこう。で、エンディングあれじゃね、すごい、あの物語のね、足した続きになっちゃる。このなんか、後日談みたいなのすごい、ね、すごい良い。もう、ずるいて。ね、あの、レバー引いたら出てきたの、みんなのね、仲間の印のお花じゃし、すごい。
ねえ、そうね、ヘイストラさんね、これ確かに刺さる人にはすっごい刺さるお話じゃね、本当に。あ、直吉さんね、すごい、お花の絵文字ありがとう。ね、すごい。この配信にぴったりのあれじゃね。あ、食べられちょる。ソースかけてもらえて。ソースかけてもらっちょる。あ、キュウリ。みんなの分身なんだね。やっぱり、その、ひよこちゃんの。うん。うん、やっぱり狼さん。ちびとんかつちゃんかわいい。うん。鶏肉 100% じゃから食べられそうな気はするんじゃけどね。確かにね。ねえ。ね、狼さんすごい、最後まですごい可愛いキャラだったね。ね、すごい。このエンディング曲の優しい感じね。良いね。確かにね、やとみさんね。あ、ちゃんと絵本持っちゃる。マンキューさん。なるほどね。ねえ、なちさんね、すごいよかったね。お、終わり、ね、終わりじゃね、これで終わり。はい、パチ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 、うん、いや最高だった。シュルシュル泣いてる。シャルちゃんもう見て、みんな顔もう泣いちょるよ。私これバイオレットエヴァンガーデンより泣いてるかもしれない。泣いてる。ねえ、最後すごい。あ、最後。ね、あの、みんなでこう出れる感じのハッピーエンド、大団円じゃないかったんじゃけど、うん、ねえ、みんなの優しさが集まった、すごいあったかい、あの、優しい終わり方じゃったね、すごい。ねえ、すごい。最後みんな、ね、寝ちゃって、あの、ね、ペンギンちゃんがちゃんと絵本、あの、抱きしめちゃるの、すごいよかった。うん。あ、ヘイヒトラさん、お疲れ様、ありがとう。ねえ、あ、いや、シャルシャル。そう、やとみさん。映画見ようって言う。そう、この映画見ようって言っちゃったの、シャルちゃんじゃね、すごい。泣けるって聞いてたからね、うん、そんなっていうのしても、もうあの想像の10倍やばかった。よかったね、よかったね。ね、すごい。私の前にある飲み物のひよこがださ、それにしか見えなくなってきたんだよね。ほんとじゃん、ほんとじゃん。ねえ、ひよこちゃん。いや、よかった。なんかほんと、うん、最後ちょっとしみりしすぎたかなっていう。私もね、うん、ちょっとあれは喋れなかった。最後のと。ねえ、まさかあんな献身的なドラマになると思わなかった。思い返せば最後ナレーション全然なかったもんね。なんか。そうなんだ。そう、すごいよね。もうセリフ。しかも音がすごく良くて、本当世界観だけに吸い込まれるような。
感じでドリンク見るたびに思い出しちゃう。ひよこちゃん、すごい、確かに、ね、ナレーションさんとか前半でね、ナレーションがスッとなんか綺麗に消えてさ、もうずっと音だけだなっていう感じは本当に忘れてたんだけど、うん、いやすごいなみたいな、本当世界観にグッて引き込まれて、うん、悲しかった ね、あの映像だけで説明しとったもんね、最後あの、うん、帰れん下りとかね、そう、うまいこと説明しちゃったね、本当に。そう、絵本だからね、うん、最後の一言の命がせこい。そうくんどうじゃった、さみっこ暮らし。はい、20分ぶりぐらいに声を発するんですけど、いや、ほんと舐めてて、うん、本当喋る、の忘れて、もう普通に映画館にいる感じで見てた、本当に。これでも、ね、本当舐めてたっていうのが、その感動したっていうのも本当にざっくりとした感想ではあるんだけど、うん、すごい緻密に精巧に作られてるなっていう風にも思いながら、すごい感心して見てたんですよね。初見さんでも、そう、例えばね、その、まあ、衣がね、ね、お肉 1% の他でも衣みたいな、ね、そういう、なんだろう、構成だからこそ、こうなんか、狼さんが撃退できてみたいなとか、うん、で、最後、カタツムリの、殻が出て、殻だけ残ったってことで、うんうん、あ、そっか、これは、絵本のものは外に出れないんだって分かったりだとか、うん、あの描写確かに、うん、そう、結構いろいろなところでちゃんとすみこ暮らしのこのキャラクターたちのちゃんと特徴も、何、この作品の中に、このシナリオの中に全部入ってるね、なめくじじゃないとできん、うん、ね、そう、あれだったね、ただこういう設定の子たちがなんか出ていますよっていうんじゃなくて、ちゃんとそれを使ってお話が展開されるっていう点がすごく、うん、いや、よくできてんなーってめちゃめちゃ感心しながら見てて、うん、で最後もだからなんだろう、こう落書きねで生まれた子たち、子だからっていうんで、そう、じゃあみんなで、しかもね、なんか自分たちを模したひよこの落書きをしてね、ほんと寂しくないようにっていうことで、そう、いや、もう何から何までこれ本当だから、え、これこう なんだろう、こんなフォントファンシーな感じ のイラストでちょっとなんだろう、目がこう狂いそうになったというか、なんか見る目がちょっと違いそうになったけど、めちゃめちゃよくできたお話だなって本当に思ってました。だから本当にすごい、なんかそういう面でも感激しながら見てました。うん、すごいいい作品でした、はい、ね、そうじゃね、ひよこちゃんがちゃんとみんなの分身になっとるのすごいね、あの設定。ね、他の人だったら、うん、似たような色のひよこちゃんで終わっちゃったかもしれんところで、ね、みんな離れ離れにならんようにっていう意味も込めて、うん、ね、モチーフにね合わせたひよこちゃんになっちゃるのは芸コマじゃよね、本当に。うん、そうね、まあカッパーカッコ、うん、カッコから借りというか、ペンギンカッコ借りというかのね、うん、子もだからそういう、ね、そうだから自分と自分のね、そのね、置かれた状況、ね、自分探しっていうをしているっていうね、うん、ところとリンクさせて、こうね、助けてあげたいっていう気持ちになるとかっていうね、そういうなんか本当滑らかなストーリー展開、めちゃめちゃ感心感動しましたね。うん、いい作品でした、本当に。ね、そうね、やとみさんね、そうね、そう、ライターさんならではの視点のね、感想がすごい斬新ね、そう、確かにすげえなと思って、うん、もう一回見直したらちょっとまた発見がありそうな作品じゃね、本当にすごい、うん、やりとりね、細かく練られちゃって、うん、りょう先生どうじゃった。あ、そうじゃそうじゃ、そうくん、推しキャラ誰になった。もう一貫して誇りですね。
あの変わらない笑顔が、あのそれ考えたらあの草もめっちゃ良かったけど、雑草ちゃんも、雑草ちゃんね、すごい雑草ちゃんも良かったね、あの変わらない笑顔と、あの最後までね、あのなんだろう、何も考えずにあのレバーをね、あの作動させたりとかっていう、あのお気楽な感じすごく好きでしたね、雑草ちゃんめっちゃ好きだったかもしれないね、あのずっとマイペースにね、すごい進行しちゃって、あのほのぼの感のあの空気感の演出に勝っちゃったね、すごい、りょう先生どうじゃった？いやよかった、僕の語彙力ではちょっとなんか、もうすべてを総君に言われてしまって、僕も何も言うことなくなっちゃったんだけどねパーフェクトな感想じゃったね今の、すごい、そうだな、誇りに誇りを感じとちゃれちゃう、エビフライちゃんと、あの脂身ちゃんにすごいおねろりの波動を感じました。おねろりの波動ねえ、でもすごい脂身ちゃんすごいキャラになっちゃった、思い返せばね、あの二人のコンビが結構物語ね、進行、でなんだろうな、僕その僕もその2人しか見てなかったまあ物語もすごい良かったんだけど、絵本からさ戻ってきた時に、2人寄り添ってたのがめっちゃあってなって、とても良かったですね、2人ともあれじゃもうね、あの食べてもらいたいっていうね、一緒のあの希望がお願い事があってっていう感じだからね、あの仲間内の中でもとりわけもっとあの絆が深いコンビじゃもんね、もう揚げ物のね、コンビだからね、そうそう、二人で一緒に食べてもらいたいっていう気持ちがあったもんね、そう、ねえ、なちさんやとみさんね、そう波動感じちょったみたいよ先生感じました、感じちょった、ねるちゃんどうじゃった？私もほぼほぼ感想言ったけどね。ねるちゃん誰推し？誰推し？私ちょっとこれは選べない。ほんとみんななんか良かった。誰？いやだってもうみんなそれぞれの個性がさ、ほんとに平等なぐらい強くてさ、なんかこれはちょっと選べないなって思った。なんかね、そうだね、でもなんか今回の作品はペンギンちゃんが主役だったよ。ああそうじゃね、ペンギンちゃんが主役だったね、なんか良かったなっていう感じがする。あとね、これはねあれだよ、親と子供が一緒に映画館行って、あのお母さんが泣かされるやつだ。お母さんなんで泣いてるの？なんかこの映画の感想もっぱらそっち系みたいじゃね、その見たいって言ってあの連れてかされたあの関心なかった人の方が割と直撃してドワってくる人が多いみたい、すごい、そんな感じがする、いやこれはちょっと、子供向けじゃない思った以上に深いお話だったね、あ、直吉さん、エビフライのしっぽちゃんのウサギ、あれね、すごい可愛かった、サクサクとモコモコのコラボレーションじゃったもん、あれ、あれ私のツッコミ的確ありがとう、ね、子供向けに見えるけど、大人が見てほしい映画ね、ほんと内容になっちゃるねえ、シャルちゃん泣かんでねえ、シャルちゃん大丈夫？収まったよ、収まったね、ミスプラさんもね、そう書いてくれてるし、ねる、あのねるねるもね、そう言ってるようにもうね、この優しさチューンと 100% だからさ、もう母性がさ、母性がもう与えちゃうともうダメなのよ、もうね、
すごい。気持ちになっちゃうのかなとかね、うん、ああいう、なんか、親子連れだと多分ね、そう、こうなんだろうね、我が子とかがこうね、寂しいもしてないかなとか、そういう多分感情移入とかもね、うん、きっと入るんだろうなと思ってね、うん。でも最後はね、みんなでこうね、仲良く、幸せにね、そう終わるっていうあの流れ。うん、ね、そう、多く言ってたように。そう、乱れた。もうちょっと、もう泣き崩れて顔がもうドロドロになってきちゃった。あれかな、ポロの世界に飛んでいくのかな。あら、ノイズ走ってるぞ、ノイズが。ごめん、ちょっと待って。お前消えるのか。この映画館から出れないんだ、実は。おぉ。ああ、まさかそこに繋がってくるの。じゃあ、このピコピコだけ置いていくから。いなくなってしまった。大丈夫、大丈夫。チャルちゃん、チャルちゃんはこの世界から出れるけんね。いけん、いけん、いけん。この映画さ、すごいのがさ、あのキャラ数いて、そう、ちゃんとそう、みんなも感想言ってたけど、キャラ立ってるし、あの1時間っていう短さで、そう、あの密度よ。そうだよね。そう、セリフないシーン、そう、ね、ナレーションだけなのに、この感情の揺さぶられ方ってのが、ほんとね、もう、本当じゃね、そう。だよね。本当によくできてる。そう。上映時間見てみたら、これ1時間、ね、5分なんよね、ちょっと。そう。30分ないよね、普通の映画に比べて。そう。いやー、ね、それだった。それなのになんかみんなね、推しキャラ決められるぐらい、そう、キャラクターね、すごい。あのキャラ可愛かったね、みたいな感じで。お話ができる。あーあやばいやばいやばい、ノイズが。ねるちゃん。話が飛びそう。ちょっとちょっと。お前も飛ぶのか。私は飛べない。私は飛びたくないよ。ね、ちょっと待って、ちょっと待って。ねるちゃん。私のノイズひどいな。戻らない、止まらないもん。さい、読み込み。推しキャラは、確かわらず、トカゲちゃんかな。トカゲちゃんね、そう、優しいのよ、あの子、ほんと、口のね、うん、なんて言ったんだろう、この、なんか、ふにょってしてる口が、ほんとに、そう、かわいいのよ、そう。ね、すごい、みんなを助ける、一助にもなっちゃったね、泡、グーって出しちゃったりとか。ね、進行に欠かせんキャラだったね。すごい。よかった、ほんと。ねえ、すごい。むいちゃんは？うちはね、どーもくん推し。どーもくん。すみっこ暮らしの姿をしとったどーもくん。じゃなくて、鬼さん？すごい、今回のすみっこ暮らしをすごい体現しとるようなキャラクターでさ。きびだんごをお腹すいちょってもらってね、すごい食べて。その後に、お腹すいちょるみんなのために、全員分のおにぎり、ね、握って持ってきてくれるんよね、すごい。このアニメって、1の優しさをもらったら、10とか100の優しさにして返してあげようみたいな、すごい、あったかい精神に溢れちょって、この作品の中でも特にこのね、どーもくんがすごいこの優しさにね、溢れちょる、象徴しとるキャラクターじゃなーって思っちょって、すごい、見ちょってすっごいほっこりしたんよ。ね、じゃけどの。大活躍だったもんね。そう、最後出てきてくれてすっごい嬉しかった。ね、来てくれると思っちょった、みんな。本当に。この映画じゃったら、みんな助けに来てくれるじゃろうっていうね、確信じゃないけど、そう、あったね、そう。だからすごい、なおさらみんな絵本から飛び出て、みんなで大団円みたいなところも、ちょっと気持ちあったの。でもそこが、やっぱり絵本の世界と、現実の世界をやっぱりちょっと、ねえ、すごい。一緒にはできんのよっていうちょっと悲しい現実みたいなのがあって、
でもね、その中で書いた後にね、どーもくんじゃない、鬼さんとか狼さんとかね、みんなに助けられてね、ひよこちゃんにね助けられて、ラストのね、みんなが最後の白紙のページにね、新しい仕掛けを作ってね、お花畑に仲間、友達の印のお花をいっぱい咲かせたんがすごいね、よかったなって思って、うーん、いや、ほんとね、そうくんが言っちゃった通り、ね、セリフなしでここまでみんながに分かるストーリーを作っちゃる、このね、すみっこ暮らし、ほんとすごいと思う。よかった、ほんと今日ね、そう、これ映画進めて。よかったね。2作品目があるよね、もう。そう、11月に、そう、公開始まってるのよ、2作目、実は。ね、また見れるようになっちゃった。ちょっとみんなで見たいね、ちょっと。もしかしたらね、なんか続き、なんか触れてくれんかな、この絵本のね、続き。背景とかにちょっと、この絵本が置いてあるだけでもすごい、うち、ぐっときそうじゃね、すごい。そうだね。2作品目ね、調べてみたら、そう、トカゲちゃんが、多分今回のペンギンちゃんみたいな立ち位置になる。すごい。じゃあ、シャルちゃんの推しキャラのメイン回じゃね。そう。もうね、PV があるんだけど、PV だけでもう涙が出て。本当に？すごい。じゃあ、3作品目、4作品目来そうじゃね、本当に。ねえ、あると思う。ちなみに2作品目の主題歌は、バンプオブチキンさんが歌ってます。いやー、なんだっけ？豪華すぎる。ねえ、すごい。うん。本気で泣かせに来ちょるね、すごい。みんなの涙腺借りに来ちょるよ。PV ちょっと見てほしいな、みんなに後で。ね、ヘイストラさんの推しキャラ、猫ちゃんよかったって、恥ずかしがり屋で、気が弱いけど、それでも場所を譲ったり、あ、ねえ、そう、みんなね、そう、みんなすごい助け合いの精神持っとるよね、そう、優しさを振りまえるのすごい、ねえ、そう、なちさんね、ボディーランゲージは、腕の動きだけじゃないこと、すごいキャラクターのね、すごい仕草がみんな可愛かったね、すごい。今映画やってるかな、公開中だと思う。まだ2ヶ月経ってないからやってるんじゃないかな。ね、ちょっとタイミングがあったらすごい見に行きたくなってきちゃった。あれじゃね、またね、みんなでまた揃って見れる時になったら、その時にはまたね、すみっこ暮らし続き見ようね。ぜひぜひだ。きっと来るからね。うちも声かける。はい。おい、じゃあ、ね、今日の同時視聴はね、この辺で終わろうかと思います。ちょっと待って。ここまで見てくださって、どうもありがとうございました。高評価とチャンネル登録、どうぞよろしくお願いします。それとね、今日ね、遊びに来てくれたシャルちゃんとね、ヒソラシャルトちゃんと、ね、今日ね、ダッシュで映画館に駆けつけてくれた、双葉そうくんと、つづらりょう先生ね、はい、お二人のね、すごい、三人のね、ツイッターと、YouTube チャンネルね、概要欄の下のところに、書いてありますので、ぜひぜひそちらも、フォローと、チャンネル登録、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、来ちょる来ちょる。おい、声が小さいぞ。よろしくお願いします。ちょっと待って、ちょっと待って、異世界転生しとるかも。あら。はい。あら。大丈夫。リフレッシュ。ではでは。あ、直吉さんありがとう。あ、大丈夫よ、りょう先生。テイク2。はい。よろしくお願いします。はい。
先生とかの無事な広報部の方で何かお知らせとかはありますか？ないかな。ない。大丈夫そう？うん。オキュラスやらん？いや、まあ、大丈夫。うん。いや、いや、いや、どうすんの？デボはやらないの。そのうち。デボはやらないの。デボやらねえ。デボはやらない。なんでだよ。なんでだよ。なんでだよ。やるよ。あ、ヘヒストラさんがセブンデイトゥーダイに帰るんですかって。いや、もう、まあ、おそらく帰れない。どうなのかな。いや、わかんない。もう帰れないかもしれないです。絶対帰るやつや。多分帰る。あとね、すごいシャルちゃんにも宣伝してもらっちゃるんじゃけど、うちらの方はあれじゃね、金曜日に、また同時視聴でね、今度こそ資料館っていう映画でガチガチホラー枠ね。いや、温度差。温度差。すみっこ暮らしの後の資料館。やば。いいんじゃない、うん、いいね。いいんじゃない。うちね、資料館はガチ初見じゃからね、もっと悲鳴あげるかもしれん。ほこりちゃんとかお化けちゃんいっぱい出てきそうだよね。そうじゃね。わーい。できれば雑草ちゃんとかもう少しで、ね、ほっこりするキャラクター出てきてほしいんだけどね。お化けちゃんはいっぱいで、うん、お化けちゃんいっぱい出てくるね、きっとね。うん。あ、なちさんありがとね。うん、そうだね。そう、最初ね、すごいわちゃわちゃ、すごい綺麗だから。うん、うん、ね、すごい。じゃあ私は明日の1時からまた今日配信した、ガーティックフォンをまたやります。まあ、ね、多分4時間5時間ぐらいやるので、よかったらぜひ来てください。で、今日もね、ねるちゃんなんかすごい結構人集めてね、やっちゃってアーカイブもみんなもしよかったら見てください。はい、来てください。うん、ね、なちさんありがとね。そうね、映画館最初にね、みんな準備でバタバタしとるんだけど、ね、映画が始まったらみんな結構ね、すごい真剣に見よるから、うん、またもしよかったら遊びに来てね。うん、頑張ります。あ、ヘイストラさん、資料館は名作じゃから、うん、ね、金曜日までに期限が切れんことを本当にお祈りしとく、本当に。うん、そうだね。うん、はい、ほい、じゃあ、今日のね、映画すみっこ暮らし、飛び出す絵本と秘密の子の同時視聴終わろうと思います。みんなありがとうございました。ほいじゃ、ほいじゃ、おやすみなさーい。お疲れ様です。おやすみなさーい。資料館、鼓膜の会用意してね。はーい。大丈夫、ぬいちゃんされるから。聞こえない、もう聞こえない。Thank you.